とですね、ひよこさんが手術モードになったので、急遽洞窟探検を終わりにして、村に戻って襲撃イベントを起こそうと思います。でもちょっと待って、ハスクがいる。ハスク、ハスク、でもちょっと夜これ動くの危険だね。いけるかな。襲撃用の村はですね、実はちょっと遠いところにありまして、てか何このゾンビパラダイス。スケルトン燃える、スケルトン、あー、いた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 、やっつけました。何かいる、何あれ、あ、村人ゾンビ、あー村ゾン、なんかスケルトンがいる、痛い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 、朝になってきた。いやー、朝焼けが綺麗ですね。朝日が眩しい、嬉しい、そして朝日が出ると嬉しい、モンスターがいなくなるから嬉しい、ほんと嬉しいです。では、出陣します。ひよこさんがですね、ノーマルじゃ物足りないということで、今回ハードモードでの出撃になります。まあ、ひよこさんがいるから大丈夫ですね。すごいウキウキみたいです。襲撃はどこだ、どこ、こっちにいるって。うわー、はーはー、いいよ、ひよこさん戦って。私はちょっと私はちょっとよっ、痛い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 、さすがに、あー怖いから入ります。いいんだ、ちょっと待って、あー中に入ってきてる、嘘、うわ、痛い、中にいた、ああいうゴーレムが戦ってる、うわー、痛い痛い痛い、うわっ、ダメ、村人攻撃しちゃダメ、
ダンジョンも襲撃もものともしないその強さ、本当にいつも助かってます。今回は特別にあの相棒と一緒に冒険してみました。この動画がいいと思った人はぜひいいねを、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。またねー。